ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。今回は950円、またまたブックオフ中古レゴです。こちらは2005年のリリースで54ピース、Amazon で未開封の出品はありませんでした。15年前レゴですが、中古でよく見るパッケージの形です。同日発売のものと合体できるセットですね。まあ、レゴなので30年前でも合体できますけど。出てこいやー。今回も無事に開封でした。説明書は折りたたみ式の1枚です。52ピースなのでコンビニレゴと変わらないですね。それでは組み立ての準備に入りましょう。この穴の開いている袋はめっちゃ丈夫で開けにくいです。ということで、本日もよろしくお願いいたします。あれ？また間違えた。こんなはずでは。シールがないですね。あったし。完成です。それではごゆっくりご覧ください。もう一度見てみましょう。後ろのタイヤがプレート1枚分高くなっています。気持ち前傾です。なんかいちいちかっこいい。アマゾンやヨドバシで見るとフレームグライダーになっているんですよね。でもこれってフレームですよね。ま、いっか。説明通りに飾ってみましたが、微妙。ここからが重要です。トミカと大きさを比べてみました。同じくらいですね。これは一緒に飾れますよ。ちなみにこのトミカは非売品です。動画でも紹介してますので、こちらもぜひ。ということで、今回はトミカと飾れるレゴでした。ご視聴ありがとうございました。最後に大事なお知らせがあります。チャンネル登録、高評価、お願いいたします。